小、中、高校とただの本好きの貧弱くんとして過ごしてきた俺。高校時代、いじめに遭っていた。その時のバカバカしい喧嘩について今日は話したい。最初は些細なことだった。授業中、不良グループのたわいないいたずらに同調しなかったぜ。教育実習の女の先生が泣くのを見たいというただそれだけの理由で、一切無視という通達が回ってきた。実習がうまくいかなかったら、当然教師にもなれないだろうし。そもそも不良どもの言うことを聞いて、無視なんて嫌だったから。通達が回って最初に当てられたのが俺だったけど、俺は普通に受け答えをした。それがきっかけで、クラスのみんなも無視せず、無事に実習は終わった。さて収まらないのは不良グループ。彼らには不良なりのメンツがあるらしく、貧弱くんに逆らわれた、クラス内のもやしも支配できてない、とのことで、校内の不良連中や先輩たちから散々バカにされたらしい。彼らの行動様式は非常に単純で、俺は放課後、笑いながら肩を組まれ、さも遊びに行くような格好で部活棟の倉庫に引きずり込まれた。地面に立てる形のサンドバッグにくくりつけられて、不良グループの一人の障害で退部させられた元ボクシング部に、吐くまで腹を殴られ続けた。もともと貧弱な俺は胃液に血が混じるまで吐いた。被害状況、内臓、特に胃にダメージ。神経性の急性胃潰瘍も含むらしい。肋骨4本にひび。胸骨にもひび。体中打撲だらけ。手のひらと二の腕にタバコでのやけど。メガネ全損。購入価格3万2000円。学ランとスラックス没収。合わせて1万5000円ぐらい。トランクスを引きずり下ろされた姿勢で土下座。その姿を写真に撮られ、チクったらネットに流す。チクろうがチクるまいが女子更衣室にその写真は、驚愕、〇〇くんの実態、という実名と住所入りで置かれていたことが判明。涙と鼻水と鼻血とゲロを流しながら、こいつら、一人残らず絶対殺す、と厨房丸出しの決意をしていた。焼却炉に学ランとスラックスを入れて燃やされ、財布も学生証もその中だったため、暗くなるまで待って、カッターシャツにトランクス姿で部活棟の中を探し、ジャージを拝借して帰宅。自宅が徒歩圏内でよかったが、歩くだけで全身が痛くてたまらなかった。自宅に帰って、すぐに泣きながらシャワーを浴びて、血と汚れを落としてから、両親にボソボソと、ごめん、自転車で崖から転げ落ちて、とわけのわからない説明をした。その夜は夕食が食べられず、また夜になってひどく体が痛みだし、全身が熱くてたまらず、我慢できずに母親を起こして、緊急外来に連れて行ってもらった。40度近い熱があり、吐き気と下痢もひどかった。打撲と亀裂骨折が原因だと診断されて、入院を申し付けられた。一時は少し危険な状態だったらしい。両親は、うすうす感づいていたようで、誰にやられたか教えてほしい、と言っていたが、俺はただひたすらに黙っていた。3日後、ようやく自宅に戻った俺は、復讐の準備にかかった。今でいう中二病患者全開の上、貧弱オタクのたしなみとして武器マニアでもあった俺は、素手では叶えっこない不良グループを武器で何とかしてやろうと本気で思っていた。ナイフ。いやナイフ持ってても多分勝てそうにない。そもそもナイフ術だって難しいし、切れてたって怖くて刺したり切ったりできそうにない。さらに相手も持ってるかも。スタンガン。基本だけど、元ボクサーのやつとか、ものすごく素早かった。警棒タイプのやつでも触れる自信が全くない。警棒。木刀。道場の理由で断念。確か不良グループには剣道の経験者もいたはず。俺など武器の方に振り回されるのがオチだ。飛び道具。これだ。スリングショットや吹きや、クロスボウだったら、笛を打てば絶対に勝てる。ガスガンやガンなら小さい頃から扱ってた。自信がある。購入ボタンをクリックしようとした時ドアをノックされて飛び上がる俺。恐る恐るドアを開けると、紅茶とバウムクーヘン大好物のお盆が置いてあった。お袋様の心遣いだ。泣きながら食べた。そしてやめた。両親を殺人者の親だの。ゲーム感覚で人を打つオタク少年の両親だので、マスコミに晒し者にする可能性に、おそまきながら気づいたのだ。同時に、全国の罪なき武器マニアの人たちに、迷惑をかけることになるとも思い至った。モニターの照り返しだけが明かりの室内で、俺はバウムクーヘンを食べ続け、ボタボタ涙を流しながら考え続けた。そして、輸入代行のホームページを開き、極止めで品物を発注し始めた。そして一月ほど後、あれから傷も治り、普通に登校し、表面上は通常の学校生活を営んでいた。登校し始めてから、女子の気の毒そうな視線や、陰でのクスクス笑いこそあったものの、不良グループは、貧弱オタクの反撃の可能性など考えてもいなかったようだ。別の目立たないクラスメイトが手ひどいいじめにあっていたようで、彼は金を主に取られていたらしい。彼には悪いが、怯えて完全服従のふりをして、奴らの行動パターンを探り続けた。不良グループのメインメンバーは基本的に5名、これは俺を理措置した時のメンバーでもある。ボクサー崩れが1名、剣道経験者ただし無断が1名。それ以外は格闘技経験者などはいないようだが、相撲取りみたいな体格の奴が1人いた。奴らは、基本的に、午後はサボりが多いが、全員がそのまま揃うことはあまりなく、
金曜日のみ、溜まり場になっている部活棟の倉庫に集まり、全員が集まってからどこかに遊びに行く。または不良女を誘い込んでそこでエロ活動をするようだ。我ながら気持ち悪いエミを必死に押し殺して、週末を待った。そして金曜日。授業なんて全く耳に入らなかった。先生も俺を当てなかった。午後の授業をサボって、部活棟の隣の空き教室で、準備を整えた。前日までに何回かに分けて運び込んでいた物資が画材入れの箱に偽装されてそこにあった。服装はスワットの安物レプリカ黒の戦闘服、肘パッドに膝パッド、軽量のコンバットブーツ。頭部はフリップヘルムとガスマスク。防弾ベスト、俺の貯金では、一番安いのしか買えなかった。腰胸には各種ポーチ。ただし転ぶと刺さって危ないので刃物は持たず、強化樹脂のバックアップナイフのみ所持。FM 東京ラジオで不良グループの溜まり場を盗聴。ちなみにこれらのおバカ装備を購入するのに、十数万円を費やし、自分名義で貯めておいた郵便貯金はほとんど吹っ飛んだ。まともな思考能力を持っている人は真似をしないこと。部屋の隅っこにあった小さい鏡の前で様々にポーズをとり、生まれて初めての戦闘態勢に興奮していた。そして、耳に刺していた FM ラジオから、奴らの声が入りはしめた。背筋に電流が走ったようになり、首筋の毛が逆立つ。足がガクガクしてきて、歯もカチカチしてきた。武者震いというよりただ怯えていたのだと思う。不良どもの、両親の呵責などこれっぽっちもありませんという気楽な表情のままめり込む原稿の痛さを、嫌でも思い出す。それでも、かえってそれが自分を叩き殺したいほどの悔しさを思い出させてくれた。これも購入しておいたユンケル皇帝液を2本飲み干すと、震えを押し殺して、相手が揃うのを待つ。すでに3人が部屋に入っている。今日はこれから、郊外の女子グループとカラオケに行くらしい。ちなみに資金は、目立たないクラスメイトから巻き上げた小遣いである。4人目が到着。かねて用意の各種武器を最終点検し、慎重に取り出したそれを用意する。そして、5人目が到着する。その音声を聞くと同時に、俺は震える足をもつれさせつつ、行動を開始した。不良どもは、揃ったところですぐには出ていかない。だいたい15から20分ほど、バカ話をしたりタバコを吸ったりして、週末の放課後とやらを満喫してから出ていく。まず、溜まり場の倉庫のドアが閉まっているのを確認して、ポーチからガムテープを取り出す。震える手ながら手早く、外開きのドア取っ手部分に、音をさせないようにラワン材機で缶抜きをかけガムテープで外れないようにがっちりと固定する。東京ラジオからは、奴らの持ち込んだゲーム機の音声と、雑談の声のみ、まだ気づかれていない。作業を完了すると、ダメ押しに。車輪に機械油をたっぷりさして音を消したバスケットボール満載の収納台を押してきてドアの前に安置した。震えは止まったが、今度は笑いが溢れてきて止まらなくなっていた。必死に笑いを耐えつつ、倉庫の窓を見る。使わないプレハブを倉庫にしてあるだけなので、窓は一つ、上に小さな換気窓が一つあるだけ。笑いと緊張に震える手で、武器を引っ張り出しかけ、思い出してガスマスクをかぶり直す。呼吸と視界を確認して、ポーチから缶を、胸のマガジンポーチから缶切りを引っ張り出す。そう、缶にはシュールストレミングの文字が記載されており、発酵ガスでパンパンに円筒の缶がぷっくりと膨らんでいる。航空便が禁止されてしまったため、わざわざ船便で買い付けた最終兵器だった。前日までの準備で、倉庫の小さな換気窓は、ガラスそのものを外してある。そして俺は、窓に忍び寄ると、膨張した缶の蓋に、缶切りを突き刺した。カキッという小さい金属音は、バシッという、思い切り振った炭酸飲料の缶を開けた時のような音にかき消された。驚いて取り落としそうになるのを耐える。なんだ?臭くね?缶を完全に開ける予定だったが、それは無理そうだ。恐ろしい音と怪しい汁を滴らせる缶の反対側にもう一度缶切りを突き刺し、引き抜いた缶切りをポーチに収納すると、かねて用意の台に登る。そして、換気窓から、開封したシュールストレミングを投げ込んだ。5トン、べしゃ。汁の広がる音。何やげえ。ググベうわぁ。せ、げえ。今までの人生で一番機敏な動きで窓から離れ、近くの茂みに隠れる俺。パニックになっている倉庫内の様子が、耳につけっぱなしの東京ラジオから聞こえてくる。中では、声にならない悲鳴と咳、土砂音が響き渡り、ドアにたどり着いた奴が必死にドアを開けようとする金属音と鳴き声。げえ、びしゃびしゃは、早く開け、開け。あがね、あがねえ。ドアを乱打しても、取っ手にギリギリ通る厚さの分厚いラワン材の缶抜きはびくともしない。生涯最高の爽快さを味わいつつ、FM ラジオの録音をしっかりと確かめる俺。そして彼らは、反対方向にある窓に殺到した。だが、鍵を外し、必死に察しに爪を立てても、ガタガタ揺れるだけで窓は開かない。当然である。なぜなら、防犯用の補助鍵、窓用エアコンなどで季節の鍵が使えない場合用の、増設用の鍵を、前日までにしっかりと、3つほど外から仕掛けてある。もはや耐えきれずに、茂みを転げ回って爆笑する俺。そして、打つ手のなくなった不良どもは、椅子や金属バットを振りかざして、思い切り窓ガラスに叩きつけた。ビシッ、窓ガラスに真っ白なひびが入るも、割れ落ちない。
繰り返し叩きつけられるが、穴が開かない。笑いのあまり、呼吸困難を起こしかけてのたうち回るガスマスク姿の俺。通常、防犯用に貼られる侵入飛散防止用のフィルムを、前もってきちんと貼っておいたのである。ただし、自分で貼ったとはいえ、意外にもこの防犯フィルムが一番高くつき、数万円が吹っ飛んだのではあったが、錯乱のあまり、窓やドアではなく、壁を破ろうというのかやたらに叩いたり、わずかな外気を求めて換気窓に顔を押し付けようとして争ったりする様子がカツアキに伝えられてくる。笑いのあまり涙ぐみつつ、絶対行動に入ることとする俺。車のクラクションの数倍の音量と言われるパワーアラームを取り出すと、近くの柱にガムテープでくくりつけて、黒く塗ったタコ糸を、引き抜き式のスイッチに結びつける。タコ糸を伸ばしつつ、物資を隠していた部活等倉庫まで来ると、手早く戦闘服を脱ぎ捨て、おげえ。ガスマスクを外した瞬間、吐いた。目がぶん殴られたようなショックで、涙と鼻水が止まらない。缶を開けた時の爆心地にいたことを忘れており、残りがだけでこんな威力を持っているとは想像もしなかった。パワーアラームのスイッチに連動したタコ糸を思い切り引っ張り、校舎内に鳴り響く轟音とともに、俺の復讐は幕を閉じた。俺は着替えた後、道具一式を隠した後、部活棟の側でゲーゲー吐いて倒れ込み、集まってきた他の生徒とともに被害者のふりをして帰宅した。両親は何かを察したらしいが、輝く俺の笑顔を見て、好物のオムライスを作ってくれた。結局、装備品一式は、防弾ベストを除いて、すべて河原のキャンプベースで、灯油缶の中で燃やした。灰は近くのドブ川に流した。防弾ベストだけはあまりにもったいなくて燃やせず、ファブリーズを2本使った後、しばらく途中に埋めて匂い抜きをしたが、他の衣服は声だめの数倍はありそうな周期で、洗っても無駄と判断し、焼却処分となった。不良どもは、吐砂物が気管支に詰まって窒息しかけた奴が一人。ショック症状でしたが喉に詰まって死にかけた奴が一人いたが、あとはそれほどひどいことにはならなかったらしい。学校側は、事件について心当たりのあることがあったら何でも書いてほしい。ということで無記名の原稿用紙を配布したが、そこでカツアゲ被害者を筆頭に、多数の被害報告が出て、ほどなく5人とも退学処分が下った。当然、異臭事件の犯人は捕まらなかった。一生にたった一度だけの、世にもバカバカしい喧嘩の記憶である。いかがでしたでしょうか？今現在では今回のお話のような悪質ないじめの話はなかなか聞かないですが、教師たちが見て見ぬふりをしていたところは全国にあったかと思います。当チャンネルではシュールストレミングを手にしたことはないですが、相当きつい匂いがするようです。ただ、それでも美味しいものらしいので機会があったら食べてみたいですね。もしいじめに遭っている人がいたら、一人で抱え込まず、匿名で相談できる窓口もあるので、一度電話をかけてみてもいいかもしれません。ここまでご視聴ありがとうございました。ぜひ他の動画もご覧になってください。チャンネル登録と、高評価、何卒よろしくお願いいたします。